はい、皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。 BMC が臨時休業期間中にご自宅で行っていただきたい動筋トレです。はい、本日はですね、全身に効くトレーニングですね。腕にも胸にも体幹部にも足にも効きます。そして持久力をアップさせるためにも効きます。タレントの方のねインスタとか見ても結構モデルさんでもこのトレーニングされてる方多いですので、ぜひやってみてください。まずですね、四つん這いと言いますか、四つん這いこうですね、手と足をついていただいて、足幅やや広くなっていただいて結構です。まずですね、右手を離してここにスペースができますから、左足はそっちに投げ出す。そして後ろに手をついてあげる。このポジションですね。1個目はトン。これ総合格闘技やプロレスのレッスンでは BMC もやってるんですけども、反対こっち浮かしたら、ここ隙間ができましたから右足を前に持っていく。トン。これだけです。トン、トン、トン。強度が足りない方はですね、前に出した足を、ね、床につけるんじゃなくて浮かしてあげてください。スッスッ。もっと強度足りない人は後ろのこのついてる手も浮かしてあげて、トン、トン、トン。これをやってみてください。これもですね、もう15秒から30秒ぐらいでかなり、脈拍も上がります、息も上がってきますんで、どこがしんどいかわからないっていう、感覚になると思うんですけれども、人それぞれ効く部分が違って OK なんですね。やはり一番弱いところがしんどいって感じますから、どこが効いてないと間違いですということはありませんので、ぜひやってみてください。